どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。さあ、本日の都市伝説なんですが、大好評、イルミナティカードシリーズでございます。今回ご紹介するイルミナティカードがこちら。アップ・アゲインスト・ザ・ウォール、壁に手をつけというカードになるんですが、実は、このイルミナティカード、以前、イルミナティカード5選っていうのを多分2本ぐらい出してるんですが、まあそこでね、軽く取り上げたカードにはなるんですが、今回そのカードをちょっと詳しくやっていこうかなと思っております。というのもね、このイルミナティカード、前のね、動画で多分触れたと思うんですが、横浜を表しているんじゃないかって言われていて、で、なおかつ、まあ、横浜っていうのは、港の見える丘公園で、フリーメイソンが日本で初めて会合を開いた場所だとされております。で、まあ、このカードが何を予言しているのかっていうと、今年に入ってから、神奈川県で異臭騒動が結構ね、報じられることが多くて、で、この異臭騒動っていうのが実は大地震の前兆なのではないかと言われているという説がね、あるんです。住民の人とかにね、よると、まあ、ゴムが焦げたような匂いだとか、生臭い匂いと、魚が腐ったような匂いだというふうに言われているんですが、詳細な原因っていうのは不明で、いつね、どこで発生するかっていうのも分かってないので、サンプリングもね、できないということになっております。で、これがなぜ大地震の前兆なのかというと、戦前の日本の記録、内務省の記録に、関東大震災が起きた際に、裏が今の横須賀とか、三浦半島で異臭がするということが報告されているという記述があると。で、その直後に関東大震災が発生したと。で、地震学者の人によると、その匂いの原因っていうのが、要はプレートがこう歪んでいった時に、中にね、岩石が落ちてそれが溶けて、それが地表に上がってきた匂いなのではないかというふうに言われていて、この地震っていうのが、こうプレートが限界に来てるタイミングはわかるんだけど、要は、いつね、それが発生するかっていうのはわからないというふうに言われていて、で、まあ、横浜という地はね、埋め立て地であるというふうなことから、このイルミナティカードで一番大きな被害を受けるのが横浜なのではないかっていうことが、このカードで予言されているというふうに言われております。信じるか信じないかはあなた次第です。いや、あの当時は、まだこの説って、そこまでこう信憑性のあるものじゃなかったと。で、こう、時間をちょっと空けて、ってなったら今年に入ってね、すごい勢いで、そういうのが報告されたので、今回またね、しっかりと取り上げさせていただきました。またね、好評であれば、イルミナティカードもね、やっていきますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。またねー。